HBC ガッチャンコバラエティジンギスカン。タカさん、今回の見どころは？特になかったないんかよあったろ。ありましたか。見てください。だってミキティだって北海道から言ったら、どうなのミキティの性格は？気が強いですね。ああ気強そうだねそれはもう見てて分かるわ。何口動かさねえでしょ最悪ピー入れてもらって口は口では独身率ではバレねえみたいな。最初会った時すげえ目してたもんな。現役時代の朝青龍みたいな怖い。一番やべえやつだよ。一番やべえやつだよ。一番やばいよ。はあ、まあ気は強いよな。だってそんなアイドルの世界で勝ち上がっていかなきゃいけないわけだから。スクランブル交差点を渡り切ったあのツタヤのところにポールがあって、 そこの上に立ってナンパしましたから顔差し帽子とサングラスをそこで取って、で庄司だってなって、庄司だってなってなってきたのもう一本釣りですよ。もうすげえな君みたいな。ちょっと頑張ってさ、トスさんも行こうよそれ。まあ今3人だから、ね、そう2人でもう一人は必ず行きたいって言ってるじゃない。だってあのほら姉妹が欲しいって言ってるから男になる。なるほどなるほど。じゃあもう一人。いやもう一応なんか奥さんは言ってますね。だからそれが姉妹が欲しいから、それがもしも男の子だった場合もう一人行くじゃない絶対狙って頑張って、ね、そしたら5人になるじゃん。5人、うん、6、7行こうよ絶対っていないんだから。いや奥さんもめっちゃ面白いじゃん。20代とかならまだしも、もう俺と同い年だからね。ナチュラルにビッグダディになるって。一人でビッグダディになる。一人でビッグダディ一人ビッグダディだよ。